さあそれではね、今回はパーティーモード、まだやってないマップをやりましょうの前に探しに行こう。こんなところにちょっと近すぎ、海に浮かぶトゲトゲたち、多分ね3つあるはず。もう見た。君は違うのか。だいたいね、過去の感じだとね、1回につき3つずつ追加されるみたいなんだけど、今回の3つ目が分かんないね。ここまで近づかないと反応しないね。これなわけだよね。だね、3つ目が見つからないぞ。わからん。これか？なきゃないよね。だいたい過去の感じだと3つあるんだけど、今回3つ目が見つからないね。まあ、そういうこともあるやろうということで。では、今回はパーティーモード。CPU。さあ、ついに。とりあえずね、やりました。やりました。やりました。やりましたと。では、ね、こっち行く前に、こっち行きましょうか。多分ね、初代だと思う。難しさ1。ね、そしてついに。はい、とりあえずね、ピーチは、自分の持ちキャラだったんで、こんがらがったら嫌なので、さよなら、さよなら。まだやったことあるキャサリンか。キャサリンですね。設定完了。さあ、そして、ついに達人参戦。ハンデ、ね。ハンデはちゃんとボタンを決定しないと認識されない。ね、前回は忘れてましたね。さあ、ということで、ついに達人参戦です。いくぞー！体感なしね。オッケー、大丈夫。マリオのレインボーキャッスル。俺はね、初代は持ってなかったんで、まあ後で買ったんだけど、まあ買った時にはもうね、3まで出た後だったんで、わざわざワンをすることはほとんどなかった。友達ん家でやらせてもらったけど、友達はもうね、全部のミニゲーム出ててね、ミニゲームのところの、ほんとミニゲームしかないやつしかやらなかったんで、ミニゲームのボードゲームみたいなやつ。ここが今回のスーパースターを決める場所だから、初めてなんだよ。ここはどこか懐かしい天空のお城、ラピュタかな、雲の道をたどれば、城のてっぺんに登ることができるんじゃよ。道の途中にあるアイテムショップは、前を通るたびに中身が入れ替わるんじゃ。中央の塔までたどり着けたら雲に乗ってお城のてっぺんに行けるのじゃぞ。そして、てっぺんの、お、てっぺん確定？偽クッパと入れ替わる。ほっ！あん？あ、イエーイ。ということでね、初代は結構ね、プレイヤー同士で殺し合いができるみたいな状況がありましたんで、普通のミニゲーム内で相手のコインを奪えるとかね、そういうのもあったんで、1人目が行くと2人目はクッパになって買えないとはなかなか厳しいな。Here we go。 後ろにクッパがおりますな。見えてる見えてる。やめてー。アイテムを買うとね、今度は逆にスターを買うお金がなくなってしまうんだよね。
おお、おお、カメック店。まあ、序盤はお金がないんで。とりあえず、まずはミニゲームで勝つこと。これが一番大事。あとはサイコロで大きい数を出すこと。いきなり決闘。あ、アイテムミニゲーム初めてだね、見るの。まあ、コンピューターだから。そんなものはねえんだけど。まあまあ、まずはでかい数を出すことが重要。運ゲー、運ゲー、まあまあ、普通です。なんだ、何が起きるんだ、何が起きんの本当に。これも変わる。とりあえずミニゲームに勝とう。これを早く行ってはいけなくなってしまったね。いや、戻るか。戻ったわ今日はすっきりしましたみたいな感じだ。まあまあまあ、まずはミニゲームに勝って20コイン貯めないと何にも始まらないんでね。勝つぞ、ね、ついに達人参戦です。あー、これ結構むずいんだわ。設営モードはさ、クソほどコンピューター弱いんでどうでもいいんだけどね。さすがに強い強い達人なんで、そろそろミニゲームもね、油断すると負けるレベル。とにかく影に気をつけろ。来すぎ。はっ、全然死なねえな。踏むんじゃねえ。よし。設営ボードでやったとき、ね、この20秒ぐらい残しでクリアだったぜ。まあ、とりあえず20枚ないと話にならないんで、まあ、キノピオにも20枚たどられてしまったが。2ターン。早い。ジャンブリールイージって何だったっけ。ルイージはまだやったことなかったっけ。どうやったら頂上にたどり着けるのかまだ分かってないんだけど。すげえなこいつどうなる。まただよこれはね。デカキノコ持って一気に抜きたいとこだね。もうトリプルキノコぐらい買っときたい。わあ、キノコ回数券超欲しい。まあ6が最低で保証されるからね。まあお金はあるんでちょっといいもの買っときたいね。ほっ、よしよし、悪くない。買うよ。いやー、これはこれで便利だけどな。クソアイテムしかねえな。これを買っといて頂上行くまでに
20貯め直そう。で、自分のターンがダメだったらこれ使って突っ込みは確定でいけるわけだから。カメックが邪魔系で、ノコノコがプラス系っぽいね。左に行くとテレサか。うん。右に行くと速い。早く行く意味が特にないんで、テレサ行って、他人のコインをパクった方が良さそう。コンピューターだと何売ってるか見れないのかな。ちなみに結構スゴロクモードやってるんだけど、まだね、あのダブルサイコロ以上でゾロ目が出たことないんだよね。まあまあ、しっかり買っていこう。ん？あー、あれか。知ってる気がする。知ってる。で一発。楽勝だす。結構危なかった。これね、序盤は逃げ優先した方がいいね。でどうしても食らうタイミングでヒップドロップでついでに攻撃みたいな。さあ次ルイージ始まるかな。さーて、嬉しいよ、ここに投げるねー。全部ここカットきたいね。さあルイージは初めて。でかい数が出やすくなるのもかなり強いんで、まずはここを勝ちたい。謎屋敷、やったことあるような気がしてきた。ルイージ捕まるやつだよね。やったなこれ。うん、やったことあるな。こういうこっちゃな。オッケー、行こう。まあしょうがない。今ここ、俺今この画面でちょっと見てた。これね、気をつけなきゃいけないのが、後ろからはね取れないっていうこと。さあ、あいつに追いつけるからね、一番の問題は。ぼっち。ぼっちちゃん、ぼっちちゃん。欲しい。きつっ。はやない、あいつ。あー、上だった、左じゃなかった。なんとか追いつけるか。ほぼ互角。ぼっち、カメック、あいつ早えって。マジ、これでいいの？
あいつめっちゃ早いんだけど。失敗した。あいつ早すぎだろ。さあ、達人やばいな。おわ、持ってかれた。どこまでもついていくよ、よろしく。さあ、ワリオはどうする？別に今できることないよね。所詮ルイジか。あー、ルイジがいたらね、ダブルテレサの予定だったんだけどね、しょうがない。オッケー、悪くない。さあどうしよう。こいつをね、達人のこいつをいじめといた方がいい気がする。まあ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 、よし、俺も20枚超え。これは達人のこいつをいじめとくべきだという俺の判断。うわあ、やめてー。初クッパか。はっ、やめてよー。なんで多い方なんだよ、低い方、少ない方にしろよ、せめて。あー、せっかくの奪ったコインがなくなってしまった。パクリ。おお、もう一回しよう。このゲームってさ、桃鉄みたいにさ、自由に移動できないからさ、あの後ろ抜かれたら持ってかれるってめちゃくちゃきついよね。よし、勝とう勝とう、確実に勝とう。対決、キラーマシーン。キラーの方むずいんじゃわ、これ。楽しいんだけどね。せめて1体は。うそー。よし、あ、こんなん無理やって。こんなん無理やで。言ったら悪いけど、あの他のプレイヤーがいるとね、プレイヤー同士で詰まって当たってくれるんだけど、一人だとね、正直倒せる気がしない。
ほほほ。